皆さんこんにちは、日本語の森のゆかです。今日は関西弁講座をやりたいと思います。皆さんからよく、先生日本語たくさん勉強したんですけど、日本に来て大阪に住んでみんなの言ってることが全然わかりません、教科書と関西弁が違うから全然わかりません、教えてください、というコメントとかメッセージをたくさんもらいました。なので今日は関西弁を真面目に教える授業をしたいと思います。今関西に住んでる方もたくさんいると思うので、この授業で一緒に関西弁話せるようになりましょう。ということで、まず関西弁って何ですかって思ってる人もいると思います。関西という場所ですね、場所の名前です。関西地方というのがあります。弁っていうのは話をするみたいな意味なので、関西っていう場所に住んでる人が話してる言葉を関西弁と言います。つまり方言ですね、方言で。この関西地方がどこなのかというと、みんながよく知ってる大阪とか京都とか神戸、このあたりのことを関西地方と言います。まあ、他にも奈良とかね、あと和歌山、こういうのも関西に入るんですけど、みんながよく知ってるのは多分この3つぐらいかなと思います。で、この関西っていうのはこのあたりですね、このあたり、この辺に大阪とか京都とか神戸もあります。このあたりの人が話しているのが関西弁です。本当は関西弁っていう言葉があるんじゃなくて、大阪弁とかね、京都弁みたいに大阪の人が話してる言葉、京都の人が話してる言葉っていうのが別々であって、それをまとめて関西弁って言ってます。で、この関西弁ね、めちゃくちゃ人気があります。日本人の中でも関西弁はかっこいいとかかわいいってよく言われる方言です。だからみんなで勉強してかわいいとかかっこいいとか言われていきましょう。ちなみに私は神戸出身の関西弁ネイティブです。で、関西弁は関東方言と何が違うのかというと、まずは言葉が違いますね、言葉が違う。例えばこの違うっていう言葉も、関西弁だったらちゃうって言います。ちゃう、言葉がちゃうって言います。言葉が全然違うっていうこともあるし、もう一個はアクセントが違います。アクセント、例えば、例えばテレビという言葉があります。テレビ、テレビ、これ皆さんの教科書だったらテレビって言いますよね。テレビ、この手が高い。でも関西だったらテレビって言います。テレビって言います。これアクセントが違うんですよね。はい、ということで第1回目は、何々しない、しない、食べないとか行かないとか飲まない、動詞の否定形を関西弁で言うとどうなるかという授業です。じゃあ早速やっていきますね。関東では例えばご飯食べない、ご飯食べない、もうお腹いっぱいだからご飯食べない、ね、こう言いますよね。食べないです。でも関西弁ではご飯食べへんになります。ご飯食べへん、ご飯食べへん、変になるんですね。次、それは着ない、それは着ない、その服可愛くないからそれは着ない、これはそれは着ひん、それは着ひんになります。ひんとか変とかに変わるので、皆さんこれからどうやって変化するのかを勉強していきましょう。あと、ちなみに言い方は着ひん、それ聞いへん、こういう感じでちょっと投げる感じでね、言ったらめっちゃ関西人っぽいです。じゃあこれからどういうルールがあるのかを見ていきたいと思います。まず1個目のルール、1グループ同士の時です。1グループ同士って何と思ってしまった人は、今すぐこの動画を見るのをやめて1グループ同士意味で検索してください。まず1グループの動詞の時、
これはすごく簡単です。内形のないのところが変になるだけ。いいですか？例えば、言わない、言わない。飲まない、飲まない。書かない、書かない。このないを変にするだけ。こうなりますね。言わへん、言わへん。とか、飲まへん、飲まへん。とか、書かへん、書かへん。うん、簡単ですね。ないが変になるだけ。いいですね。じゃあ、二つ目のルールいきましょう。2グループの動詞の時です。2グループの動詞の時は、同じように、ないが変になります。でも、たまに、頻にもなります。この、頻になる時は、いで終わる時です。いで終わる時。どういうことか見てみましょう。例えば、食べない、起きない、寝ない、見ない。うん。これを関西弁で言うと、まず、食べないは、食べない。変に変えましょう。食べないは、食べ変になります。いいですね。次、起きない、起きない。起きないは、ないの前、きですよね。きは、こう、ね。いで終わってます。い。はい。ないの前、いで終わったときは、ひんを言ってください。おき、ひんになります。おきひん、おきひん。ひんね。こういう意味です。わかりますか？じゃあ次。寝ないは、寝ない、寝ない。ねーだから、これは、へんでいいですね。ね、へん。なんですけど、これみたいに、ないの前が一文字しかないとき。短いときは伸ばしてください。ねへんじゃなくて、ねえへんって言ってください。ねえへん、ねえへん。OK? 次、見ない、見ない。ああ、見ないは、いがありました。いがあるから、ひん使いましょう。ひんね。み、ひん。なんですけど、短いですね。だから、ちょっと伸ばします。みーひんです。みーひん。みーひん。いいですか？食べへん。起きひん。ねえへん。みーひん。いいですね。ルール二つあります。いで終わるときは、ひんにします。それから、短いときは、伸ばしてください。いいですか？はい。じゃあ、最後のルール行きましょう。三グループの動詞のときです。三グループは、来るとするしかないですね。これは同じ。ないが変になるし、さっきと同じように、いで終わるときは、ひんをつけてください。OK? じゃあ、来ないとしない。見てみましょう。まず、来ない。来ないね。来ないですから、いいじゃないね。だから、変つけましょう。まず、来、変。で、一つしかないから伸ばします。後編ね。後編。オッケーオッケーオッケー。次来るの場合は、けにしてもいいです。け、け、け。けは、いいだから、編つけますね。で、伸ばします。けい編になります。けい編、けい編。いいですね。もう一個あります。きもいいです。き。きだったら、いがありますね。いだから、ひんつけましょう。短いから、伸ばしましょう。きーひん、きーひんです。今日こうへん、今日けーへん、今日きーひん。好きなものを使ってください。私は、こうへん一番よく使うかな。OK! じゃあ次、しない見てみましょう。しない。しないは、しーですよね。いがありました。だから、ひん使いましょう。短いから伸ばしましょう。だから、しーひんです。しーひん、しーひん、しーひん。で、しは、せでもいいです。せ。せだったら、いじゃないから、へんの方使いましょうね。短いから伸ばします。せーへん、せーへん。
これもどっちでもいいです。あ、今日勉強しーひんわでもいいし、今日勉強せーへんわ、どっちもいいです。私はせーへんよく使いますね。はい、好きな方を選んでください。はい、ルール3つ説明したんですけど、4つ目めちゃくちゃ簡単なものがあります。4つ目は1グループも2グループも3グループの動詞もいつでも使えます。ないをんに変えるだけ。めっちゃ簡単ですね。例えば言わない、食べない、見ない、来ない、しない、これ全部んに変えてください。言わん、食べん、みん、こん、これだけちょっと特別。しないはせんにしてください。せん、これだけ覚えれば大丈夫です。言わん、食べん、みん、こん、せんです。せん、これ便利ですね。迷ったらこれ使ってください。はい、じゃあ4つ覚えましたね。じゃあ問題やっていきましょうか。うん、問題1個目、こっちが関東の話し方、こっちが関西の話し方。1個目は東京には住まない。東京は人も多いしお金もかかるから東京には住まない。この住まないを関西弁で言うと何になりますか？すまへん、すまへん。そうですね、すまないは1グループの動詞です。だからないをへんに変えるだけ。東京にはすまへん、東京にはすまへんになります。もう金もかかるしな、人もむっちゃ多いしな、東京にはすまへんわとか、すまんもいいです。うんにするだけ。東京人多いし、もうめっちゃうるさいから東京には絶対すまんわ。すまへん、すまん、どっちでもいいです。できた？はい、2問目、ないだから誘う時も使えますね。明日映画見ない？明日映画見ない？ディズニーの新しい映画始まったから私と一緒に明日映画見ない？これ関東の言い方ですね。関西弁だったらいいですね。これは2グループの動詞、見ないはいで終わってる。だからここはひんになりますね。そして短いから伸ばします。みひん、明日映画みひんです。ディズニーのむっちゃおもろい映画始まったからさ、私と一緒に映画みひん、明日映画みひん、こうやって言います。みひんとかみんもいいです。みん、明日映画みん、一緒に映画みん、明日映画みひん、どっちでもいいです。こうやって誘ってみてください。はい、3問目、部屋にいない、部屋にいないです。いない、ゆか先生部屋にいないよ。いないは何になりますか？いないだから、そうですね、いいひんです。いで終わってるからひんですね。短いから伸ばします。ゆか先生部屋にいいひんで、部屋にいいひんで。でも関西ではこのいないを使うよりもこのおるをよく使います。いるとおる同じ意味なんですけど、関西ではこっちよく使います。おるのないの形はおらずなんですね。あんまり使わないんですけど、おらずになります。だからおらへんって言えます。おらへん、こっちの方がよく使います。ゆか先生部屋におらへんで、おらへんでとか、部屋におらんで、おらんで、こっちもいいです。私はこの2つよく使いますね。いいひん、おらへん、おらん、どれを使ってもいいです。はい、じゃあ次の問題いきましょう。まだ来ないな、あー彼遅いな、まだ来ないな。来ないです。来ない、これ関西弁だとどうなりますか？来ないな、ですから後編ですね。後編、後編伸ばしてください。あいつ遅っ、まだ後編な、後編です。でもこれ来るいろいろありましたよね。後編とかけでもいいんですよね。け、
けだったら、えになりますね。けえへんです。けえへん。あいつまだけえへんな。でもいいし、きでもいいんでしたよね。あいつきいひんな。こいつひんになります。あいつこうへんな、けえへんな、きいひんな。とか、こんもいいです。こん。あいつおっそ。こんな。全然こんな。どれでもいいです。好きなものを使ってください。私がよく使うのは、こうへんかな、うん、ちょっと腹が立ったら、けえへん言います。まだこうへんな。あいつ1時間もけえへんな。こういう感じ。好きなものを選んでください。はい、最後の問題です。一緒に勉強しない？一緒に勉強しない？もうすぐテストだね。一緒に勉強しない？これ、関西だとどうなりますか？しないは？そうですね。いいで終わってるから。しいひんです。伸ばしてください。一緒に勉強しいひん？明日テストやな。やばいな。一緒に勉強しいひん？と誘うことができます。で、もう一つ。しじゃなくて、せえへんもいいですね。せ。だから、へん使っていいです。せえへんです。一緒に勉強せえへん？あ、やばいから一緒に勉強せえへん？勉強しいひん？どっちでもいいです。はい、皆さん問題できましたか？関西弁の授業どうでしょうか？もし役に立ったとか面白いと思う人が多かったらシリーズにして続けようと思います。もし役に立たないし面白くないということであればこの講座は1回で終わります。皆さんぜひ面白かったらいいねとコメントたくさんしてください。ではまた次の授業でお会いしましょう。ほななー、おきに。バイバイ。